にちは、アーロンバックスです。3月19日土曜日、現在の時刻は10時半過ぎですね。先日、この GSX-S125 の冷却水を交換したんですけれども、で冷却水交換で水を抜いた際に取り付けたかったものがありまして、でそれを取り付けしました。で何かというと、このメーター左側にあるちっちゃいメーターがまたついてると思うんですが、水温計の方を取り付けしました。で、まあ、前からつけたかったんですが、水を抜く作業が必要なんで、冷却水を交換するときについでにと思ってたんですが、なかなか冷却水を交換するタイミングがなかなかなくて、ずるずると3年も乗っちゃったんですけど、やっとこの間交換したんです。その際に取り付けしました。で、今 79.4 度ですね。まあ、大体この時期、今15度ぐらいなんですけど、外気温15度ぐらいで、80度前後で安定する感じみたいです。で、もう取り付けてしまったんですが、ここにどういう風に取り付けてあるかっていう動画は一応作りましたんで、こちらを見ていただこうかなと思います。どうぞ。どうぞ見てみましょう。これ今 51.9 度と出てますが、先ほどアイドリングかけて水温上げておいたんで、これが今現状の水温の状態です。で、まあ、もう取り付いてるんで、取り付け後の状態を見ていただこうかなと思います。で、最初に冷却水のまず排水を行ったんですが、この下のアンダーカウル、これを先に外して、で、ちょっとカウルに隠れちゃってますが、ここパッキンが噛んだワッシャーがついてるボルトがあると思うんですけど、これを外すと冷却水が出てきます。ただここだけ外しても、上の蓋が閉まってるんでほとんど水は出てこないんですが、こちらのキャップを外すと一気に水が出てくるんで、外すときにこの水受け、ここを、バケツかなんかで水受けすると思うんですけど、バケツをちょっと持ち上げて飛び散らないように気をつけてください。で、水を抜いた後に、これ冷却水のパイプがここエンジン側からずっとラジエーターの上側に入って、こっちはラジエーターからエンジンへ戻るというパイプなんですけど、エンジン側の水温が知りたかったんで、こちらのパイプ、この間に今青いパーツがはまってると思うんですけど、こいつを取り付けました。で、これなんですけど、見ていただくとこれ分かると思うんですけど、これ個層の、ちょっとピント合ってないかな、個層のメーターを取り付けたんですが、この個層のメーターは油温計と水温計と2種類計測できるタイプで、これ今水温計用の、センサーがついてます。で、このセンサーの取り付けなんですが、このセンサーは右ネジなので、シールテープを巻いてここネジ締めすると思うんですけど、シールテープは左巻きにしてください。右ネジに右巻きで巻いてしまうと、締めた時にシール材が緩んでしまうので、左巻きにシール材を巻いて右ネジを固定してください。
そうするときちっと締まります。であとあんまり締めすぎると、あの配管の中にセンサーの先っちょが飛び出しますんで、まあ、多分ほとんど飛び出さないとは思うんですけど、それはシールテープの量で調整して、先端がわずかにあの中に飛び出す程度に締め付けてください。で、この配管のパイプの切る位置なんですけど、僕の場合は大体50mm ぐらいのところで切って、でこの配管分 20mm あるんですけど、この青いところの段差の厚みですね、これが 20mm あるんですけど、 10mm ぐらいしか確か切らなかったと思います。まあ切り損じるのを覚悟で切ってるんで、もしミスってももう一回切れるようにちょっと短めに切ったんですけど、まあ、それでもあの取り付きましたんで、失敗する恐れがない人は 20mm 切ってください。ひょっとするとっていうことある方は、まあちょっと短めに切って、取り付け試してみてください。でこのホースバンドやなんかは こっちは純正なんですけど、こっちのホースバンドはこのジョイン青いジョイントに、付属で付いてきますので、それで取り付け可能です。と配線はここずっと通してるんですけど、あここで一回締めてますかね、これオイルラインかなんかのところに一回固定配線してあります。で向こう側へ持ってってあのディスプレイを取り付けてます。で僕の場合ここにこれあの USB の電源供給のためのラインなんですけど、ここから分岐して、プラスを取りました。でアースはもうどっか適当にするだけなんで、たまたまここが空いてたんでここにとりあえずアースしてありますけど、これはもうちょっと後で直すつもりです。とりあえず電源プラスとアースを取ればそれで動作はします。まあキーオンでなるべく電源が通じるタイプの配線を選んだ方がいいかなとは思います。で、メーターへの取り付けなんですが、メーターへの取り付けはこのちょっと暗いしピントが合ってないかもしれないですけど、あの L 字のブラケットを両面テープで貼り付けて、付属のマジックテープで本体のメーターを取り付けております。まあ、この程度の取り付けになっております。というわけで取り付けはあんな感じで済ませました。でメーターなんですが、これ今電源をオンして、バックライトは常時点灯しているタイプなんで、昼間でも夜間でもずっとこの状態で見えると思います。でここにボタンがあって、 AB ボタン A センサーと B センサーと切り替えるボタンなんですけど、水温計は B センサーの方に取り付けしました。で油温計なんですけど、油温計は今回あの必要ないんで取り付けてはいないんですが、油温計自体は配線を行ってセンサーは取り付けずに、他の余った配線と一緒に束ねてあります。でそれのこれが今イオン計の温度なんですけど、 15.2 度、こっちの気温見えるかな、 14.52 って出てますね。まあなんか多分今の気温ぐらいの温度になってると思うんですけど、まあまあ正確で、そのメーター裏ぐらいについてるんで、あんまり直射とか当たっても、すぐには温度に影響しないんですけど、こっちはすぐ温度に影響しちゃうんであんまり当てにならんんですけど、これをなんか気温計としてとりあえず使っていこうかなと思っております。岐阜梅林公園到着です。そう
もう結構満開ですね。まあ当然か、19日だもんね。19日で満開なんてめちゃめちゃ遅いんですけど。ああ、でもまだ満開じゃないんだな。まだ満開じゃないですね。冷却水の交換なんですけど、全量リザーブも含めて1リッターも使わなかったぐらいなので、市販されてるのが2リッターぐらいのやつが、僕2リッターのやつをあの購入したんですが、の1対1の希釈しないタイプですねを購入したんですけど、それで全然量的には足りました。でまあ全体的に取り付け自体はそんな難しいものではないので、まあ、多少やったことある方だったら全然問題なく取り付けできると思いますので、気になる方は取り付けしてみてください。まあ、なるべく個装の本体は正規品を使うことをお勧めします。パチモンもちゃんと動くことは動くみたいなんですけど、割と故障多いみたいですし、センサーが M10 だっていうのもあって、あのジョイントが、見つかるかどうかちょっと分かんないので、まあ温度自体も若干正確さに欠けるみたいな書き込みもあるので、純正品を使った方がいいかなとは思います、というわけで今日はこれにて終了したいと思います。アーロンバックスがお送りいたしました。ありがとうございました。